もう大丈夫かな。ちょっとポケット Wi-Fi にまた切り替えました。微妙ですね、回線不調。頑張っていこう、頑張っていきます。すいません、微妙で。窓際で電波拾ってもろて。いや本当にね、どうもこんにちは。いや、あのあれです、皆さん、適当に踊って歌ってるんで、うん、あれです、気が向いたらまあ見てってくださいって感じです。こんな風にいつも練習してるよっていう。おはよう、サンフランシスコ、おはようございます。遊び来てありがとうございます。うまい。ヘロー、ヘロー、こんにちは。スシキャッツ、かわいいでしょこれ。すごい可愛くないですか。なんか多分マグロ、サーモン、なんか銀魚みたいなね、かわいいよね。そう、スシシャッキャット来た、こんにちは。はい、ティッシュ置き、直置きはどうかと。あれストックです、あれはストック。そう、練習公開して緊張感を高めるんですよ。そうです、そうです。なんかね、そう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 、はやかさん、やっほー、猫になってる。そう、昼寝しようとしてたらびっくりこいた。あ、大丈夫で、あの見なくても見なくても、あ、見ても見なくても本当にあれです、あのマジでただ練習しようと思って、まあ、あの休むときこうコメント読んだりはするかもなんですけど。フォロワー、あ、4135人、ありがとうございます。あと15人でね、あのチャイナ副配信したいと思います。で、基本配信のような効果が。そう、噂の一人暮らし部屋です。はい、ちょっと、いや、ちょっとやっていいですか。 DVD プレイヤーでね、いつもあの定点画像を再生してそれで練習してるんですけど、音楽として流して、ちょっと待ってね、ちゃ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 、ちょっと頭からやっていきますね。あ、かわいい、ありがとうございます。リスの方からかわいい。あ、もう全然あれだよ、ギフトとかもね、ちょっと本当にただ単に私が練習するだけだから、まあもしよかったらね、なんかこうすればいいんじゃないっていうアドバイスとかめちゃめちゃお待ち、もしよかったらですけどね、ね、いただけたら参考にしたいと思います。忘れちゃった、あーダメだ。え、待って、何やってるんだ。え、ちょっと待って、しょっぱなから、ちょっと待ってね、ちょっと逆に緊張しちゃいましたね、すいません、ちょっと待ってね。なしなしなし、大丈夫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 、さっきのなんでもない、なんでもない、大丈夫大丈夫。チャイムが鳴り始め
今日きついですね。はあ、いやいや、ありがとうございます。すいません、なんかね、歌が、私踊ってる最中が歌えないんですよね。こんにちは、はじめましてです。そう、ごめんなさい、ちょっとね、ありがとうございます、すいません。いや、パチパチありがとうございます。大丈夫でしょう、本当にね。あー、やろ。おでいの片隅に一匹の子犬が出てきた。このクラスの男子なのに一言言えたの、サインタンジェントよりときめいている胸の体育の授業の生徒は
何度もくじけそうになるたび、普段を大声で走ってる中を応援したよ。いや、ウィニングボール胸にしまって優しいボール遠く見上げている。私いいな、ありがとうございます、すいません、こんな配信でパチパチ、いえいえごめんなさいよ。やばいな。そう、なんか本番はねもうノリで乗り切ってる感じなんですよ、まだ私。やばい、ちょっと少し休んだら、ね、続きをやろうと思います。スリッパしんどくね。あ、いや、これね、靴です、ちゃんと。レッスンシューズ履いてます、一応。そうそう、スリッパ、ありがとうございます。エアコンつけてる、そう、エアコンつけてるんですけどね、めちゃめちゃ暑い。踊るとね、本当にね、暑くなるんですよね。そう、こんにちは、こんにちはです。そう、うちらの最初の一曲で倒れたから、そんな、そんな、皆さん元気ですよ。動っかいや、ね、ダンスの先生に言われました。ありがとう、 Thank you so much、 Thank you for beautiful シャンシャン、 Thank you、 ありがとう、ね、そんな私がただ練習してるのを垂れ流してるだけなんで、音符ありがとうございます、すいません。はい、よいしょよいしょ。あ、もう、あ、 Thank you for bravo、 Thank you、 ありがとうシャンシャン、 Thank you for bravo、 Thank you、 ありがとう、ごめんね。そう、なんかね、ウィニングボールはね、めちゃめちゃ私あれなんですよ、苦手で、すごい結構練習してるんですけどね、未だにできなくて、このよろけちゃうんですよね、私。これが綺麗にできないのと、よろけちゃって、ふん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 って止まれないんですよ、こうやってゆっくりやんないと。てなのなの、大丈夫
丈夫なんですよね、こうこれでやってたらちゃんと。あーやる気じゃ。そうこれがね、改善するところがいっぱいあって、そう人の目があると練習って追い込める気がする。そう本当に私もそれです。そう家でマスク、そうでもねすっぴんなんで、そうあの化粧したらねドロッドロになっちゃうんで、ちょっとね、そうあと普通にね事務所で練習するときもみんなマスクつけてるんで、そうマスクしないでできるときって本番とリハーサルぐらいしかないんですよ。ちょっとやっぱこれねめっちゃかのんちゃんにもね教えてもらったんですよ。これこのターン本当に苦手で、あとなんだろうな、あとな、なんかあれすごいあれだったね、やっちゃったところあったね、歌詞かな、歌詞やっちゃ、たまに歌詞やっちゃうんですよ私。そう歌詞、あこいつなんか間違ってるやつが一人混ざってたぞっていうのは大体私です。はい、軽くメイクしてマスク外した方がいいかね、いや絶対ねドスッピンになっちゃいます、メイクしても。そう汗でマスクして練習しないとレッスン上でできないんで、ね、そうなんですよレッスン上でね、だから本当にギリギリまでマスクしてるんで、まあ同じ環境でねやろうっていう。あとスイング、なんか本番はスモークがあったりして、すごい息苦しいんですよ実は、マスクしてるのと同じぐらい息苦しいんで、これで練習しとかないとって感じですかね。めちゃめちゃ喉痛くなりますねスモークとかで。博士先生こんばんは、こんばんはです、すいませんね、ちょっとダラダラ配信なんですけど、ありがとうございます、来てくださって。いい T シャツ着てるね。そうこれ実はフィリピンで、フィリピンのシャツです、これ日本で買ったんじゃないんですよ。そうなるほど、レッスンってマスクするんだ、そうしないといけないの。あそろそろやんないと、もう終わってるね MC ね。めちゃめちゃこれ練習したんだけど未だにね揃わないんですよね。そうあと立ち位置は練習すればするほど忘れちゃいますね、何なんでしょうね。僕たちが自転車をゆっくり恋だとしても今きっといれること、そばにいれること、運命重なる日々さ、あきっとそれだけでも言い出しとさえも幸せだと思える。間違えたね、またね間違えちゃったな。どれだけ大事な日々か、あの日のその全てを僕は覚えていて、つながいてるこの時、今二人に出会って何も言わなくても心が通じているよ。ああ本当に強いんだ、君と僕の季節は振り返れば自信が一番やばいですね。でもだとだとだと私本当の
間違えた。あバカにして剣の中だったけど、それはあなたのことが気になってる証拠。悲しませたくなかった、ほそんとつぶやかれても、薄っぺらな優しさに私は傷ついた。気づかれずそっと守ってあげたい、眼差しは君を暖かくするよ太陽。恋を語る自然に、あ、やばい、言葉を飾るより無口な僕へ言う。
番きつい。あー語るだけで消えてしまうそのオーラ、伝えることよりも大事なものがある。語るだけで消えてしまうそのオーラ、切なさは切なさのまま、花であればいな。僕へ言う恋を語る自信がなくて、ときめきはときめきのまま、愛咲く花であればいい。やばい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 、これは死にますね。ありがとうございます。決まった。いやね、意外とね、2サビ行く前のね、このしゃがんで、これがね一番きついねってね、メンバーと話してました。この体勢ね、そう、あとこれ合計で3回飛ぶんですけど、これもう最後もうやけくそですよね。新ハートです。ハード、めちゃめちゃハード、やばいですし、間違えても間違えてないようにごまかす気も必要で、本当に本当にそれなね、本当。いや、そういうのが嫌でも身についてくるんでしょう、きっと。いいことではないですけど、間違えて、その T シャツおしゃれおしゃれは初めて言っていただきましたね。これかわいいでしょ。いや、結構最後はやばいよ、もうバーンって。あ、ちょっと待って、やっぱ MC タイムがあるんでね、ちょっとこれの中で一番きつい、この瞬間一番きついですね。主人の瞬間が一番誰しも、あ、やばいわ、これワンチャン最後まで踊りきれないかもしれないって思う瞬間がありますね。そう、マスク必要、うん、マスク必要です。あのスピンっていうのはあるんですけど、普通に慣れないといけないんでマスクありで、そう、あのめっちゃこんぐらい苦しいんですよ。でも実際マスクしてなくてもスモークとかのね、あと普通になんか本番の方がね、あのきついんですよね、なぜか。ピノキオ君もきつそうだ。ああ、そうね、あのしゃがむ部分ね、めっちゃきついですよ。でもまあまあ詩人の最中に比べたらって感じですかね。MC の練習は MC ね、 MC 下手なんですよね。そう、でも一人で練習できるもんじゃないですからね、 MC ってね。どうすればいいんですかね。垂れ流してるんですか。ダンス普通に練習をね垂れ流しております。はい、だからね、そう、普通に自分のやる気が出るようにちょっと垂れ流しをさせていただいてます、ダンスのね。間違えた時にお客さんに悟られないのはプロの重要な技術だって日本代表するピアニストさんが言ってて、あ、そうなんだ。いや、そうだよね、本当に実
どんだけあってでもね、お客さんが楽しめてなければそれはプロとして仕事できてないってことですから、間違えててもお客さんをどんだけ楽しませられるかがきっと重要なんでしょうね。そう、まあ、開いたりフォローしました100回目のフォローありがとうございます。そうね、あのそうです。いやー、いやでもなんかミス的には一人でやってるよりやっぱり多いですけど、あの皆さんに見てもらってる方が本番とちょっと似てる感覚なんで、でもあれですね、目いっぱい力いっぱいできるのはやっぱり皆さんに見てもらってるからですね。本当に一人だとね、なぜか汗かかなかったりするんですよ、普通に頑張ってやってても。そう、こんなに汗かくことあんまりないですね。いや、あるんですけど普通に、でもね一人だとなかなかね汗の量が違います。そう、緊張感出ていいかもね。そう、緊張感ありますね。特にいやもうぶっちゃけですけども、本当ね、配信でこうやって一人でやってた方がもろ分かりじゃないですか。あ、歌下手だなとか音程ずれてるなとか、ね、めっちゃ分かるからね、正直恥ずかしいですけど、でちょっとこんぐらいやんないと今日ね本当にやる気出ないんで、青そう手が抜けないからかな。そうそうだと思う、無意識にね。いや面白いね。そう、体幹何気で踊れってやつね。そう、汗かく分水分しっかりとね、ありがとうございます。飲ませていただきます本当に。よいしょ、よしやります、やろうかな。まだ半分ぐらいなんですよ、実はアンコール組めたらもっとあるから。よいしょ、やばいね。あとね、今君に、あ、今君といられることの曲に入る前ね、めちゃめちゃ早着替えの子ね、早着替えなんですよ。もうね、舞台裏あれ実はやばいんですよ本当に。あ、超えちゃった。今君ね、もう服をねセットしてあるんですよ、ハンガーとかに、あのすぐ着れるようにスカートとか別々になってこうチャック開いてセットしとくっていうね。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、すいません。